実家に帰省。おお、そうなんだ。いいですね。あら、お仕事お疲れ様です。暑かったね、今日。今日めっちゃ暑かった。なんか結構家にいる時間長かったんだけど、クーラーつけてたんだけど暑かった。怒られた、ありゃま。 こんばんは。 3錠薬飲んじゃった、1錠なのに。ありゃりゃ。 こんばんは。私もずっとエアコンつけてるよ。 こんばんは。私は今日は特に何もしてないので、なんかこれといった面白いエピソードもないです。 みんなのエピソードないですか？きょんばん、こんばん、きょんばんは。エアコン冷えすぎてきつい。エアコンね、なんかね、あれよね、絶妙な温度が分かんない。いつもと変わらない一日。まあそれを面白くないと捉えるか、今日も何事もなく無事に終えられたって幸せに思うか、あなた次第。こんばんは。何でもないようなことが幸せだったと思う。何でもない夜のこと、二度とは戻れない夜。変な笑い方になっちゃった。 令和の平和。あれ？今日？そうなんだ。もう私放送終わってると思ってた。おお、じゃあ見てね、みんな。よろしく。 そうなんだ。ああ、全国版にあるへそ。にゃるへそん、ご覧くださいませ。私は大竹しのぶさんの後ろでいい感じの顔して歌ってますよ、最後。ご注目ください、私の表情に。みたいな顔。あ、こんな顔してないけど、なんかいい感じの表情してますよ。映 り込んでるよ、後ろに。
嘘じゃないよ、本当本当に。ちょっと今のは盛ったけど、でもあのちゃんと映ると思ってちゃんとこう気持ちを込めて歌ってます。ご覧ください、要チェック。うん、こんばんは。あゆこさん、バーガンディ似合う。おお、似合いますか、この色。この色をペンライトカラーにしようかな。この気持ちはなんだろう、この気持ちはなんだろう。こんばんは。早稲田大学、そうなんだ。早稲田大学の大学の色ってこれなんだ。へえ。あ、今あのね、カラオケにね、 STU の曲どれだけ増えてるか、あ、違う、間違えた。 STU の曲がどれだけ増えてるかをちょっと見てるんですけど、うん、あ、後悔なんかあるわけないが増えてる。瀬戸内の妹も、花は誰のもの、夢をガラス瓶の中に、気にならない孤独も入ってる、追加されてますね。カラオケしようかなって思ったら、あの有線のイヤホンが家にもう存在しないかもしれない。ワイヤレスでカラオケできるの？のこと忘れてた。あれから僕の時間はどれだけ過ぎ去ったのだろう。振り返ってみたとこで何もあれだだだだだだだ。道はここで別れる。あー、仕方ないな、かき氷機使ってやろうじゃん。あー、でもめんどくさいんだよな、もう結構ね奥にしまった奥にしまっちゃったんだよな。シロップも買わないといけない。お父さんに買ってもらったからいいかなと思って、お父さんなんかこれがファンの方からいただいたものとかだったら、あの大事に
使おうって思うんだけど、なんかお父さんお父さんだからいいかなみたいなまあ良くないですね。お、こんなところに。ありました、イヤホン。めっちゃ近くにありました。なんと、違う、あのね、仕込みじゃないよ。なんかテーブルの下、普段あんまりこの角度見ないんですけど、今テーブルの下見たらなんかあった違う、本当に東大元暮らし、東大元暮らしってやつですね。そうです、それです、東大元暮らしびっくり。いいね。いや、あのね、配信するとき以外ここにあんまり座んなくって、で、まあ、配信するときに必要なものとかを、まあ、大体ここら辺に置いてあるんですけど、それ以外なんかこっち側に来ないんですよだから今パッてこう見たときにめっちゃテーブルの下にあった、びっくりした。そう、ここ配信ブースなんですよ。あれから僕の時間がどれだけ過ぎ去ったのだろう。じゃあちょっとだけカラオケ歌って今日の配信終わりますフフ自由。何歌おう。瀬戸内の妹とかいいんじゃない。今公園でやってますね。言われてくれるのか。
ちゃうんだけど帰省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 はてな帰省発するのはてなそこにさ、いい人に出会えたなって対照的すぎて面白いなんか泣けないな、なんか瀬戸内の妹これは、花は誰のもの公演でも、はい、やってる曲なので、私がどんな気持ちでこの曲を披露しているか、パフォーマンスしているか、ぜひ表情に注目ください。続いて、トゥ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 、気にならない孤独、歌いたいけど多分歌えないと思うんだよね。2番とかちょっとわかんない。何も後悔なんかあるわけないってとかどうですか。皆さんこの曲もっと聴いてください。あれ流れない。あ、あれから僕の時間はどれだけ過ぎ去ったのだろう。振り返ってみたとこでそこに何も残ってない。だけどそっと目を閉じれば今も浮かぶ青春よ。あんなに夢中で走ったあの頃、一人きりで生きてたらここまで来られなかったよ。どんな時も君がいて声をかけてくれたからだ。道はここで
Thank you. Oh. ね、夏祭りとか歌ったらバンされるかな。バンされるよね。いきなり君がいた夏はとかやばいよね。ちょっと待って、デグレン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 ブツみたいな、まずいよね。やめよう。え、怖い怖い怖い、なんかブラックリストみたいな乗りたくない。 ST48 小島愛子夏祭りを歌ったためにバンみたいな、なんか履歴残したくない。ロードでも多分同じことだって。ちょっとやってみてよ。え、じゃあやめてよやめてよやめてよ。まあ私から言い出したことだけど、なんか問題児になりたくないからやめよう。それはちょっとやめます。あ、日向坂さんのさ、キュンこの間あのカバーさせてもらったからさ、キュン歌うね。日向坂さんのを推してる皆さん見てますか。今から愛こじがキュン歌います。え、待って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 、え、私歌ってないのにさ、なんかアプリ落ちたんだけど。あれあれあれ、キュン歌う、え、普通に。え、本当に真面目にさ、キュン歌おうとしてたんだけど、え、あでもこれバンじゃないかな。題名はだってキュンだもんね。だよね。いや多分違うと思う。うん、そこまで厳しくないと思う。なんかキュンと見せかけて夏祭り歌いそうだからアプリ落とすみたいな、絶対違うと思う。ね、そんなことされたらびっくりする。え、絶対違う。え、もう普通に歌うよ。歌うよ。え、キュン歌うから。うん、お日様見てますか。STU のファンのみんなってなんて言う。スイフ、スイフのSTU のファンの皆さんの総称ってなんて言ったらいいの。船乗り、船乗りの皆さん。なんかな。クルーの皆さん、こんばんは。一人買いできないんだろう。だって毎日
はじさん、11位あおたか、10位あさひさの白袋、9位あんにょん、8位ズーミ、7位ひげめがね、6位カタカナのたか、5位世紀末の人間、4位ソリオ、3位ピクリン、2位くじまさ、そして1位はヒデュー。ありがとう。じゃあ、時間が来たら切れちゃうのでこのまま歌います。君は両手でそっと捕まえて、あげた力逃がしてあげた、僕にできることは何でもしよう、皆さん。